お花紙1枚から作るふわふわの桜の花です。今回は桜、桃、紅桃、牡丹の5色を使っています。お花紙1枚を外側がツルツルになるように半分に折ります。向きを変えてもう半分に折ります。これを3分の1に折ります。裏返して端が重なるように折ります。これを開いて屏風折りになるように折っていきます。途中までは屏風折りになっていますから、折り目が反対のところを直していきます。これで全体が屏風折りになりました。折り山が3つある屏風折りです。これを半分に折って折り目をつけたら、開いて折り山になっている方をホッチキスで留めます。折り目に沿って縦にホッチキスで留めてください。くるりと向きを変えたら、はじめのように半分に折って、折り山になっている方から丸く切っていきます。最後はホッチキスのところを残すように切ってください。桜の花びらにするので、先のところを斜めに切り落とします。ここまでできたら、花びら1枚分を根元から切り取ります。指の先に水のりをつけて、切り取った花びらの根元部分をつまむようにしてのり付けします。これを広げると花びらが1枚できます。残った部分を広げていきます。2枚重ねになっていますので、その真ん中のところで広げて折り山を潰していきます。ぺちゃんこに潰す感じです。これで形を整えると桜の花の形が出来上がりました。これにおしべをつけていきます。黄色のお花紙か色画用紙を細かく切ったものを用意します。お花の真ん中に水のりをつけたら、お箸かピンセットで小さく切った黄色い紙をのせて押さえます。水のりをつけて黄色の紙をお箸でつまんでくっつけます。これで出来上がりです。これを壁面などにレイアウトして貼っていきます。